乾杯。誰か来ないかな。誰か来てももうユニフォームないからどうすんだろうね。売れないよね。そうだ。買うじゃん。ん？買うじゃん。なんで俺も30に来てんのかな。今日持ってくるとき思ったの。あれ32だな。なんかさ一瞬さ。ハンガーから撮った時にさ、37に見えてさ、あれ俺ミト買ったんだって。ミト37でもねえのに。俺実は匠やん。フミヤとマイケルもあるのに。マジミスか。来年はね。言うなよ。ヤン君残ったヤンがいいな。おい、とりあえずいつものとこ行くわって来たから来んなってとこ。あ、マジ行ってきて。頼むマジで撮ってきて。電話しよう電話しよう。もしもし。お前着いたん？着いた？今駐車場着いた。ああ、じゃあとりあえず席取ってきてくんない？いやだから席取ってればいいけどさ。え？あれがねえんだって。置くのがない。置くの？お前が着てるズボン、履いてるズボンとか置いてくればいいじゃん。一回座っちゃったらもうダメだ。もうさ、一回座ってさ、飲み始めたらちょっと動けなくなっちゃった。いいかよ、てめえら。いや、じゃあ一回座ってマジ飲み始めたら無理なんだって。そのまま行ってくれたら本当に助かる。そのまま行ってくれたらマジで行ってる。ね、席取ったら帰っていいから。だって。お前殺すぞ。通り道じゃん、もはや。こっち来るが遠いから。通り道じゃねえけどな。いや、通り道じゃん。S から入ればもう通り道じゃん。そうじゃん。カニが欲しいわ。で結構宮城とかあるんじゃないと思ったんだけどね。その前のパリ戦見たら結構良かったっしょ。あ、できた。さすがにじゃあ無理だね。向こうの右サイドバックを買わせなかったけど、まあ、もしかける姿勢いいなと。でもあの試合経験させて、そこまでは出させてでもありあ、だから発表しなかった。そうそうそう、終わってから塚川も発表したんだけど、塚川出なかったんだけど、じゃあダメじゃん。小塚は出たけど、塚川は出なかったわ。じゃあダメだ。よく考えたらダメだ。いなかったわ。こいつってまだメンタル。お、来た。どっから来たの？いや、取ってきた。ナイス。え、人多かった？いや、前ね、なんかね、椅子が濡れてたからね、あんまいなかった。ああ、そうか。舐めてきたんだ。え？舐めてきた。舐めましたね。やめろよ、舐めてきたよ。だから、思ったでしょ。もう動画でもアウトだよ。土日、月日、火日で。水、木、うん。コータがさ、期待してた椅子のやつ、一番。一番行った。なんとかヒーロー。今度前レンタル。え、レンタルもすげえだろ。違ったっけ。大学からだぞ。あ、そうだ。今のはやばい。誰だっけ。なんで大学からレンタル。一年なの。なんで帰ってくるの。そのまま行けよ。今誰か入ったっけ。米の子多すぎだろ。俺でも一緒に撮ったら4なんだよ。マジで、うん、やばい。スケベ出るじゃん。かわいい。で最近のスケベエキスペクトは、マジ何最近のスケベエキスペクト。うわやばいな、マジで考えないと。明日頭痛いじゃん。うん、3時半から考えよう。ん？ 3 時半から考えよう。明日脱げよ。ユーザーにいいのあった。デカめカブトムシ。え、これリアルに市場価値1万5000円。相川翔聞いたんよって。相川翔聞いたら。オーヘラクレスだからこれ。ハハ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 ハ
でも俺このさ島田のさ、なんかザマッチマイナリリース和太鼓っていうタイトルにしたの。そしたらさ、あの YouTube の検索でさ、何検索、何のワードで検索したら出てくるの、うん、和太鼓から行ってるんですか。マジで。これいい。それがいいんだよ。代わりにやらなきゃいけない気がしてきたわ。あ、そうだよ。やって。届けって書いてあります。マジ？何最近のスケベ？